皆さんこんにちは。ミッションエイドクリスチャンフェローシップの牧師関根和夫です。今日は6月29日土曜日ですね。今日の聖書の箇所はエレミア書の22章の10節から19節まで、でタイトルが私利私欲に満ちたリーダーは決して幸せにはなれませんというタイトルになっています。エレミア書22章10節から19節。死んだ者のために泣くな、彼のために嘆くな、去っていく者のために大いに泣け。彼は二度と帰って故郷を見ることがないからだ。父ヨシアに代わって王となり、このところから出て行ったヨシアの子ユダの王シャルムについて主はまことにこうおせられる。彼は二度とここには帰らない。彼は引いて行かれたところで死に、二度とこの国を見ることはない。ああ、不義によって自分の家を建て、不正によって自分の高殿を建てる者、隣人をただで働かせて報酬も払わず、私は自分のために広い家、ゆったりした高殿を建て、それに窓を取り付け、杉の板で覆い、朱を塗ろうというもの。あなたは杉の木で競って王になるのか。あなたの父は飲み食いしたが、公義と正義を行ったではないか。その時、彼は幸福だった。彼は虐げられた人、貧しい人の訴えを裁き、その時彼は幸福だった。それが私を知ることではなかったのか。主の見告げ。しかしあなたの目と心とは自分の利得だけに向けられ、罪のない者の血を流し、虐げと暴虐を行うだけだ。それゆえヨシアの子ユダの王エホヤキムについて主はこうおせられる。誰も、ああ悲しいかな私の兄弟、ああ悲しいかな私の姉妹と言って彼を痛まず、誰も、ああ悲しいかな主よ、ああ悲しいかな陛下よと言って彼を痛まない。彼はここからエルサレムの門まで引きずられ、投げやられて、ロバが埋められるように埋められる。旧約聖書のエレミア書、今日は22章の10節から19節までですけれども、シャレムに関する予言というのとエホヤキムに関する予言という副題がついていて、まあ、どちらも王様ですけれども、一人は捕らわれて死ぬということ、そして基本的にはなんて言うんでしょうね、やっぱり残念ながらいいことは起こらないっていう予言なんですよね。でちょっと読んでいきたいと思いますけれども、シャレムに関する予言という部分は10節からですが、死んだ者のために泣くな、彼のために嘆くな、去っていく者のために大いに泣け、彼は二度と帰って故郷を見ることはないという言葉が出てきます。彼らはここには帰ってこれないということですね。これ寂しいことですよね。やっぱり捕虜になってもやがて帰ってこれるという希望があればなんかね、まあしょうがないのかなと思いますけれども、帰ってこれないということがここに宣言されてるんですよね。で次のエホヤキムに関する予言ですけれども、この人もやっぱり不義を行うといいますか、今日 あのテーマにありますけれども、私利私欲いっぱいの生活を送ってしまったリーダーなんですね。ちょっと読んでおきますね。13節。ああ不義によって自分の家を建て、不正によって自分の高殿を建てぬ者、隣人をただで働かせて報酬も払わず、私は自分のために広い家、
ゆったりした高殿を建て、それに窓を取り付け、杉の板で覆い、朱を塗ろうというもの。あなたは杉の木で競って王になるのか。あなたの父は飲み食いしたが、公義と正義を行ったではないか。その時彼は幸福だった。彼は虐げられた人、貧しい人の訴えを裁き、その時彼は幸福だった。それが私を知ることではなかったのか、主の御告げ。しかしあなたの目と心とは自分の利得だけに向けられ、罪のない者の血を流し、虐げと暴虐を行うだけだ、という、まあ以前王であったそのヨシア王は素晴らしい王だったと、しかしあなたは何だというようなこう厳しい言葉が出てますね。非常に分かりやすいって分かりやすい。不義によって自分の家を建てる、不正によって自分の高殿を建てる、隣人をタダで働かせて報酬を払わない、自分のために広い家、ゆったりしたそのスペースのある高殿を建てる、まあ贅沢な木材を求め、そして贅沢な色に塗りたくって、そこにこう幸福そうに生きている。でもそれは民を虐げて、貧しい人たちをいじめ抜いて、税金を集めて、そして作り上げたものではないのかと。私が喜んだ王はそうではなかったと。公義と正義を行った、貧しい人の訴えを裁いた、虐げられた人の裁きもちゃんと行った。彼はその時幸せだったと。王としての幸せというのは、自分が大きな家を作るということの中にではなく、民と共に生き、神の心で民を支配する、神様の心を持って民をケアするということの中に、リーダーの祝福があるのだということなんですよね。でもやっぱ勘違いしやすいでしょうね。大勢の人が自分をこう持ち上げて、そして自分はそれほど働きがなくても、周りからいろ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 お金が入ってきたりすると、やっぱりいつの間にか自分の好きなことができるように勘違いしてしまうっていうのはあるんでしょうね。本来は彼は長として下にいる人たちの祝福のために働くべきでした。下にいる人たちがどういう感覚で生きているのかを知るべきでした。でも彼はそんなことは一向にお構いなく、自分の面白いと思うこと、自分の得と思うことだけに興味を持ち、自分の贅沢のためにだけ税金を使い、民を利用したということなのです。よくおごれるものは久しからずというね、おごる平家は久しからずという格言が日本語の中にありますけれども、贅沢三昧して、そして生意気になって傲慢になって、人を人とも思わなくなったら、まあ行く末は見えてるということなんでしょうけれども、同じことがここでは起こってるわけですね。でこういう物語を読んで、ダメだねこの王様というのは非常に簡単なんですけれども、でもじゃあ自分は果たしてリーダーになった時、本当に人の心を教えてもらおうとしてるだろうか。自分がリーダーになった時、本当に弱い人たちの立場に立ってその人たちを弁護したりしてるだろうか。もしかしたら自分はリーダーになった時、弱い人、ああめんどくさいからもういいって言って、その人たちを無視してしまってはいないだろうか。自分はリーダーなのだから、もっとお金をもらって良いはずだ、もっとこれをやってもらっていいはずだと、いつの間にか、まあ、神様とは思わないけれども、なんかこう人を使っていいはずだという気持ちになってしまわないでしょうかね。そういう危険性というのは誰にでもあると思います。どんな仕事であっても、どんな役割であっても、上に立つ人の中には必ずそういう、まあ、落とし穴に近い誘惑というのがあるように思います。神はそれを嫌います。徹底的に神様は弱い人の味方であるように、痛みを持っている人と本当に分かち合いながら、その人の痛みを理解することができる人であるように、神がその人を支えてくださることを信じて、その人が支えられる道を選ぶことができるように、王様に対しても、あるいは普通の社会におけるリーダーに対しても、
宗教指導者たちに対しても神の思いは一つです。神を愛し人を愛する、まあ愛するという言葉は大切にするという意味だと思いますけれど、神がこの人を大切にしているようにあの人もこの人も大切にする、そういう心が育っているかどうか、私たちが教会に行き礼拝を捧げ、あるいは聖書を読み、こういうデボーションを行う、それはこういう出来事を読みながら心の中でこういう生き方ではない、神が喜ぶ生き方をしたいものだ、その心が育たないとあんまり意味がないんですよね。知的にこういうことが分かった、ああいうことが分かっただけではなく、そうだ私は神様に託された役割を本当に神様が望む形で実行していこうという心が育たないとまずいんですね。一つはやっぱり傲慢な自分を悔い改めて、本当に人々と同じ目の高さに合わせて人々の言葉を聞き、人々と一緒に喜び、人々と一緒に泣く、その心を育てることから始まります。いや、もしかしたらその人たちのために祈ることから始まるかもしれません。そして今日どうぞ上に立っている人たちのために祈ってください。あなたの教会の牧師のために、あなたの教会の長老のために、あるいはあなたの町の町長のために、市長のために、あるいは国の政治家のために、私利私欲でがんじがらめにならないように祈ってください。それはとても大事なことだと思います。エレミヤ書の22章の10節から19節、ぜひ、個人個人でもう一度読んでいただきたいんですね。でタイトルが私利私欲に満ちたリーダーは決して幸せになれませんというタイトルだったわけですけれども、私たちにとっては最大のリーダー、模範となるリーダーがいらっしゃいます。イエス様です。イエス様には私利私欲がありませんでした。神の御子でありながら私たちのところにやってきて、全てを捨てて十字架にかかり祝福の道を備えてくださいました。そこに本当のリーダーの姿があります。イエス様のように生きる、それを今日心の中に願いましょう。一言祈ります。イエス様、どうぞもう一度あなたの姿を思い起こし、あなたが生きたような生き方ができますように、それを望む心を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。